長野です。苔の研究を始めます。研究の目的は何かというと、パルダリウムで使える苔を選出することです。パルダリウムで使える苔とはじゃあ何なのかと言いますと、多湿環境で育つもしくは維持できる、LED ライトで育つもしくは LED ライトに耐えうる、25度前後の温度で育つ。パルダリウム内は風通しが悪いので、風通しが悪くても育つ、常に水が流れている環境で育つものも選出したいと思っています。これはですね、ホマロメナなんかが育つ川にすごく近いところ、もしくは滝の裏なんかを想定しています。あとはこれまで言った環境で良い感じの形に育つものが必要になってきます。形が良いとは何かと言いますと、形にすごく奇妙な特徴がないことですね。例えばたまにあるんですけど、縦にずっと伸び続けるような苔はパルダリウムでは使いづらいです。逆に奇妙な特徴があってかっこいいものだったら、それは形が良いものと言っていいと思います。他には育ち方に特徴があるもの、例えば横にすごく広がるとか、垂れるように育つとか、そういったものもいいと思います。選出方法なんですけど、密閉容器に入れてそこそこの強さのライトで育てます。で、密閉容器で育たないものは風通しを良くして育ててみます。例えばファンを回すとかですね。あとは密閉容器で育つものはさらに水が流れる環境でも育ててみます。環境の代表例としてはドゥーアのシステムテラ30なんかになります。今回密閉容器として使うのはニトリのスパイスキャニスター4個セットです。1000円ぐらいで手に入るんですけど、木のケースが付いているので瓶がまとめられて便利です。今回はこれを3セット用意して12個の苔の選出をやります。最初に薄くソイルを引いておきます。細葉沖縄苔は結構定番の方だと思うんですけど、これゼロプランツで買ったものなので、あとどう考えてもパルダリウムに使えると思いますが、やってみます。苔は種類がわからなくなるので名前を書いておくのがおすすめです。忍苔も定番ですね。これもゼロプランツで買ったものです。これは実はもう使ったことがあるので実績ありなんですけど、やってみます。しっぽ苔も一度動画で使ったことがあります。羽羊苔、羊苔も結構使ったことがあって、これは水が好きな印象です。なので大丈夫だと思います。カモジゴケ、この苔はこのパックで放置しておいて大丈夫なので多分大丈夫だと思うんですが、高温多湿には弱いと書いてあるところもありました。コスギゴケは葉っぱが開いたような感じで結構綺麗な形をしてますね。カマサワゴケは常に湿った環境にこういう塊になって生息しているようです。見た感じからして水が好きそうな感じですね。フロウソウも同じく湿気が好きな苔のようです。オオサナダゴケモドキ、これも湿気が好きな苔のようです。
これで前回ストックした弓ゴケと葉巻ゴケで12種類が揃いました。だいたい土から溢れないぐらい湿らしておきます。これで完成です。苔の標本集みたいになって楽しいのでおすすめですね。他にも苔があったのであと4つ追加します。ムチゴケは乾燥気味のケージ内で調子があまり良くなかったんですけど、どうも湿気が好きな苔のようです。卵系も結構定番ですね。湿気が好きな苔のようです。立ち苔、湿気が結構好きな苔みたいです。ネズミの大苔、これも育てたことがあって湿気が好きな印象ですね。全部で16種類になりました。5日経ってどうなったかと言いますと、結果的には枯れたりしていません。だいたいダメな苔は5日ぐらい経つと全体が茶色くなってきたりするんですが、今回だいたい湿気が好きな苔が多かったのもありまして、どれも今のところ元気です。実際に使えるかどうかを見るには1ヶ月ぐらい必要だと思いますので、1ヶ月後ぐらいにまた様子をお知らせします。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。